田総合病院は千葉県鴨川市に位置する千葉県南部の基幹病院です。当院の臨床検査技師は検体検査、生理機能検査などの他に特別な仕事として患者様の診療支援をするチームがあります。その名も診療支援チーム MPST メディカルプラクティスサポートチーム。 MPST は2011年看護業務の人的支援を目的として設立されました。救命救急センター、集中治療室、病棟などに臨床検査技師を派遣しています。医師、看護師、薬剤師などと一緒に患者様の治療に参加しています。例えば検査のできる看護師というようなイメージで働いています。 MPST には院内資格である救命救急検査士の認定を受けている臨床検査技師が現在6名在籍しています。今回はそんな MPST の臨床検査技師2名にインタビューをいたしました。臨床検査技師の沖です。臨床検査技師の波岡です。救急の現場では採血や採尿などの検体採取、それから心電図検査などの生理機能検査、あと新たに法令改正によって検査技師でも施行可能となりました静脈量確保などの処置業務を行っております。そうですね、技師としては、心電図や採血とグラム染色などをやっております。 MPST はメディカルプラクティスサポートチームで MPST 診療支援チームです。緊急で輸血が必要となった場合には輸血室と救急の現場をつなぐ役目を担っております。救急の現場では主に輸血管理を担当していて、先生にどれぐらい輸血が必要なのか指示を仰いで、その後輸血室に電話をして製剤を発注してもらっています。その後輸血管理は現場で今どれぐらい製剤が使用されているのか、またこれからどれぐらい製剤が届くのか記録を残しています。検査室では主に検体を扱うと思うんですけど、救急で実際にその患者さんを見ることができるので、どのようにして検体が取られるのか、実際に患者さんの状態とかを見ることができるので、より検査のデータとかも検査室から見るデータとはちょっと違うのかなというところがやりがいです。 MPST でここだというところはチーム医療の一員であるということを実感することができることだと思います。救急の現場には医師をはじめ看護師や私たち臨床検査技師、救命士、それから放射線技師などさまざまな医療スタッフが働いています。その中で救急車が到着してから患者さんの今後の処置等が決まるまでの一連の流れに私たちが直接関わることができるので、そこがポイントだと思います。この側はそうですね、人によるとは思うんですけど、自分はすごい住みやすいなっていうふうに思います。まあ、山もあり海もあり、まあ、自然豊かで休みの日など、まあ、そういうところに行ってリフレッシュできるかなというふうに思います。違いには言えないんですけど、観光客などの若い人から高齢者の方までいろいろな所で来られている方が多いと思います。1年目の時の初期研修でいろんな部署をローテーションで回り、そこで救急の分野に興味を持ち救急に入りたいというふうに思いました。私は直接患者さんに接するような仕事に就きたいと考えていたことと、もともと救急医療の分野に興味があったので、そこで働きたいと考えていました。大学生の時に就職活動の一環で病院を調べていた時に、私はもともと救急の現場で臨床検査技師は働くことができないと考えていたんですけど、亀田総合病院では働いているという基準につけて見学に行きました。でその後に就職して初期研修の時に MPST を回った時に、直接患者さんに関わっていることや一連の処置に直接介入することができている姿を見て、 MPST として働きたいと考えました。